はい皆さんこんにちは歴戦日光地の森山です、えー、皆さん本試験、えー、お疲れ様でした、えー、司法書士の試験はとてもこう過酷な試験ですよね、えー、5時間、えー、極度な集中状態が求められますがそのような戦いをまあ終えられたということで皆さんに敬意を表したいというふうに思います、えー、本当にお疲れ様でした 今回ですね、えーまあ、あの本試験が終わったということでこれからどうしようかと思われている方もいるというふうに思いますが、えーまあ、来年をですね目指そうという方にとってですね、えーまあ、これから効率的に勉強をしていってです、ね、そこでこう成績を上げていくということが求められるというふうに思いますが私の方ではですね、えー、こう速攻で えー、効率的に勉強して、えー、成績を上げていこう、えー、そのような、えー、趣旨の新講座の方を用意しましたあ携帯司法書士速攻チャージャン速攻プラクティス講座ということになりますあぜひこちらの方で、えー、体感をしていただければと思います、えー、それではどうぞ えー、今回はですね、総、え、則、ー、のところをガシガシと進めていきたいと思いますが、えー、代理と事項と条件などについてお話をしましたから、あとはあの自然人とか i c 表示とか、そのあたりですね、取り消しとかあ、そういうところを相続の残りを見ていきたいと思いますが、えー、ではいきますよ、2ページ。 自然人の能力ということで、まあ、いわゆる、えーまあ、一番最初にやるところですからそんなに難しい話ではないんですがあのポイントを見ていきましょう2ページ1自然人のの能力資格の1権利能力です権利能力とは司法上の権利義務の主体となることのできる資格と書いてあって権利能力を有するのは自然人と法人だと書いてありますねあの権利能力っていうのは能力じゃないんだよ地位とか資格のことなんだよっていうのは有名ですよねだからあの例えば賢い猿はバナナ バナナの所有者にはなれないですね自然人じゃないからバナナを所有する地位がないわけですそれに対して人間の赤ちゃんっていうのは猿より賢くないかもしれないけれども赤ちゃんにバナナをあげればバナナの所有者にはなれます だたとえですねもう生まれたばかりの赤ん坊で全然能力ないよ寝返りもできないよって言って不動産の贈与を受けて不動産登記簿に名前を載せることはできるわけですよ。このように権利能力っていうのは能力ではなくて地位とか資格のことなんで本当に能力とは関係ないんだと。いくら えー、まああの賢くない、えー、赤ん坊であったとしてもあ権利能力があるしいくら賢い猿だったとしても権利能力はないんだということになります。えー、で権利能力ある内面というのは自然人と法人ですね、まあ、自然人というのは、まあ、ここにいる皆さんあ生きている人のことですが自然に人なんですよ人間なんですよで法人というのは法が認めた人ですね法が認めた人だから法人ってわけです。えー、例えば あの法人というのは大体集団ですよね人の人が50人集まってその50人の集まりってものに権利能力なかったら非常に不便ですえ50人一人一人と契約するのかってなりますがそれはレックとか何とか法人とかああいった形で権利能力があってひとくくりになっていればそれと契約を結べばいいですからやりやすいですよね特にこの経済が発展した資本主義の中で法人という大きな組織があるからうまくいくところある大企業から経済のインフラがうまくいくというところありますので それに法人格を与えて権利能力を取得させたということになるわけですね。で、かっこ2番自然人が権利能力を取得するのは出生時であり喪失するのは死亡時出生から死亡まで出生から死亡までこれが権利能力ということになります。で、細かいことはいいとして、まあ、一応自然出生ですね、出生。 えー、出生のところから胎児の論点に行くわけですがあのちょっと端っこの知識でいうと出生というのは全部露出説っていってお母さんの中から赤ちゃんが分離して全部出てきたとこれがですね、えー、出とということになります民法の場合にはそんな厳密なですね、えー、細かな時典というのはあまり問題になりませんから問題になりませんけれども一応全部露出説というのが通説的な考え方になっています。あの 権利能力っていうのはこの世の中でですね民法の世界の主人公民法の世界で主体となれるための地位ですからお母さんから離れて独立して初めてプレイヤーとして世の中に出られるわけですよだからくっついている段階では独立したプレイヤー独立した地位にあるとは言えませんから全部分離これが求められるんですね。 でそれに対して刑法の場合には一部露出説になりますからお母さんから少しでも出ればあ一部でも露出すれば赤ちゃんの頭だけでも出てくればこれはもう出生したよというふうに扱いますつまり傷害罪とか殺人罪とかの被害者になれる被害者になるということ。 刑法の場合には「出生」という言葉がどうして意味を持つかというと生まれる前は赤ちゃん殺したとしても打耐罪で生まれた後はあとかかか害とと暴行とかになりますよは、ね、そ,それは民法では出生というのは全部露出したらあ人間だというふうになりますけど刑法であれば一部露出したら人間になります。 刑法と民法で考え方が違うのはおかしいじゃないかということになりますが、趣旨が違うから解釈が違うんですよ。で、刑法の場合には一部でも露出すれば直接攻撃できます。で、直接攻撃をできるから殺人も障害も暴行もできるわけですよね。お腹の中にいる間は直接攻撃できませんから打体になるわけです。 このように直接攻撃できるかどうかというのがメルクマールだから一部露出民法は独立したプレイヤーになるということが趣旨ですから独立して全部分離全部露出ということをしていく必要があるんだこのようにです、ね、きちんと趣旨を考えることによって同じような同じ言葉でもです、ね、その意味するところ解釈が変わってくるんだでちゃんとした解釈をするためには趣旨を考える必要があるんだよというのが分かっていただけるかと思います。 で出生したら権利能力がある出生したら権利能力がありますからじゃあ出生するまでは権利能力ないよねってことでお腹の中の胎児にはあ権利能力ないのが原則になりますただあお腹の中の胎児にです、ね、権利能力を与えないということであればあの不都合も生じます。 えー、不都合が生じる例えばですね、えー、相続について権利能力を与えておかないと、えー、生まれるのが遅かったばっかりに、えー、財産が相続できないということになりますよね。えー、例えばあ お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいてお父さんが死んじゃったなんて時に生まれる前に死んじゃったからあ胎地には権利能力ないから相続できませんお兄ちゃんたちはもらえていいなってなっちゃうわけですよで法律はこのような不都合はなくしたい特に生まれた時期がいつかどうせあとで生まれるわけですから生まれた時期がいつかによって、えー、相続できるかできないかが違ってくるっていうのもやっぱりおかしいわけですねですからあこのような不都合があればあ結論曲げます。 で法律っていうのは自然科学ではないですからあの理論が一本貫かれてるってことはそんなに大事じゃなくて意思主義だとかいろんな主義はありますよいろんな思想はありますよでもそれって不都合があれば曲げるんですね。 えー、まあ、そうですね。廊下を走ってはいけないってルールがあったとしても、あじゃあ急いでるときはあの、うん、緊急事態の時は走ろうとかいうことになりますから、あの赤信号は止まんなきゃいけないけど救急車は行っていいとか例外ってあるんですね。それはあのあくまでもこの理屈っていうのが法律という手段に過ぎないわけですよ、えー。理屈がもう何が何でも通さなければいけないわけではありません。だからあの対峙は権利能力がない出生してないからっていうのは理屈ではあります。確かに権利能力は出生してからあ。 権利能力があるんだというのは理屈ですただあの胎児でも権利の与えた方がいいよね、えー、今言った不都合はなくしたいよねって場合には法律は理屈を曲げてじゃあ胎児にも権利能力を上げましょうということになるわけですね、えー、ただ、えー、何でもかんでも胎児にあげるわけにはいきません例外ですからだから皆さんは胎児の権利能力があるのが3つ。 不法行為に基づく損害賠償相続移増これについては既に生まれたものとみなされ権利欲を有すると括弧3番に書いてありますけれどもこれちゃんと覚える必要がありますがただあの覚え方というかですね理解の仕方としてこれ以外は権利能力ないっていうのが原則ですからね原則と例外は間違ってはいけませんよこの3つってもう司法書士の勉強を始めた初日に多分勉強することですよね。でもちゃんと理解しているかかどうか まあ理解していたとしてもちゃんと実感しているかどうか胎児に権利能力があるんだこの3つはっていうのは力強く勉強しますがないのが原則だで3つの場合にはあるよっていうふうに頭の中にちゃんと整理をして例外として言い続けておくことが非常に大事です。 とということで、えー、胎児は不法行為に基づく損害賠償相続、遺存についてはすでに生まれたものとみなされるんだ、えー、特に遺存もそうですよね遺存も遺存、まあ、しようか遺言に書いとこうかと思ったらいやまだお腹から出てないからあの可愛い,い孫に財産あげられないようなんてなっちゃいますからね遺存、えー、についてもすでに生まれたものとみなすんだよと。 それからですね、4番、括弧さんの場合でも胎児である間に権利能力があるわけではない胎児は生きて生まれたことを条件にさかのぼって権利能力を取得するんだこれが生きて生まれたことが条件なわけですからじゃあどうするんだというと胎児である間に権利能力を始めから与えおよ生きて生まれたじゃあ、あのとき権利能力あったんだねって遡って与える。 ことにしますだから矢印、えー、そう考えるとどういう結論が出るかというと胎児である間に遺産分割協議や時短契約を進めることはできません生きて生まれて初めて遡って権利能力を与えるわけだから胎児の間に法定代理人とかつけちゃって、えー、遺産分割や時短を進めちゃうことできません、えー、だってそもそも 胎児の法廷代理人が誰かって規定ないんですよえもし「えー、いやあの胎児には権利力を与えるから生きる前からもう生まれる前から権利力があるんだよ」なんて言っちゃうとじゃあ誰が法廷代理人なのなんて規定があるはずなんですがないわけですよね。ないってことは生きて生まれてから権利能力は遡って与えられるんだよというふうに考えることになるわけです。 ででは次ですねただ矢印でただし登記実務では対峙名義の登記はできると書いてあってあのこれ不動産登記でやりますよねあの法定相続ですよねあのだからあくまでも民法と不動産登記法であの結論が違うわけじゃないですよ民法では実体的に停止を建設で不動産登記法ではあの民法で遺産分割とか進めらんないと言ってますから 別に不動産投を行ったから遺産分割が進められるわけじゃないですよだから法廷相続しが無理ですけど法廷相続で対次名義の登記ができるという意味で解除条件説に登記実務が立っているということですからね。 ですから不動産登記法的に考えれば遺産分割ができるとかそういうことではなくて遺産分割という実態的な面は民法ですからで民法では胎児は生きて生まれて初めて権利能力を与えるわけですから遺産分割進められない不動産投票では進められるとかではなくて不動産登記法では法定相続の登記をするときに胎児名義の登記ができるということですからあの不動産登記で勉強したときには遺産分割ができるんですかみたいな人がいますがそうじゃないんですね。遺産分割できるかかどううという実態面 いうとできないただ法廷相続の登記名義を入れられるかって言ったら不動産登記では入れられるとこういう話の違いなだけです、えー、では2ページの一番下四角のにですね「意思能力行為能力」と書いてありますが意思能力のないもの意思無能力者がした法律行為は無効となります。意思能力のは例えばなあの 小学校行く前のですね、子どもなんかが事故の行為の結果を弁識するに至るだけの能力ですねそういうものがないようなんていうと意思無能力者ということになります意思表示ができる能力ですよねそういうものがした法律行為というのはもちろん無効ですよ条文ないんですけど無効になりますよということになりますまあこういうのは法理論として当然というふうにされてますね意思能力の趣旨から当然無効なんだと ただあのそういうのって非常に分かりにくいよねってことでこの民法改正再建法改正なんかではですねこの無効といった効果もちゃんと条文に書こうとしてるんですねだから、まあ、再建法改正っていうのは1つはですね、まあ、ちょっともちろん難しくなるところはありますが今まで皆さんが当たり前と思っていた理屈とか判例知識とかが条文化されるという面も多々あるよと。 ということになります前回のアデランスアートネイチャー事件もそうでしたね条、えー、文化されるということでしたけどね、えー、では括弧6番、えー「行為能力が制限されているもののした法律行為は取り消すことができると」あの「意思能力がないと無効行為能力ないと取り消し」ということになります。括、え、弧、ー、7番、えー「行為能力のない、えー、制限行為能力者がした法律行為は取り消すことも無効主張することもできる」 だから幼児がした契約は無効主張することもできるし取り消すこともできるというふうに書いてありますさっき言った法律っていうのはあくまでも世の中を動かすための手段なんだといったお話趣旨のところはお話をしましたがあのこれもですね理屈で言っちゃうと取り消しっていうのは無効なものを取り消す取り消しっていうのは無効なものを取り消すわけだから幼児のした契約って意思能力ないんだから無効だよね無効なものって取り消せないんじゃないんですか。 だから意思能力あるけれども、えー、未成年者だっていうんだったら取り消しになりますが意思能力ない未成年者がやった行為は取り消す前から無効なんだから取り消しができないんじゃないですかとああいう人がいますけれどもどっちででも主張できますどうしてかというと法律は手段で取り消しと無効の主張しやすい方をすればいいだけだから。 あだからあくまでも法律というのはあ手段なんだとあその未成年者であれば未成年者を保護するための手段なんだだからあの意思表示がないから無効だとかいう理屈が最優先するわけではなくてあ取り消しなら取り消しでいいですよってなってるわけですね。無って 結構大変ですからね例えばあ6歳児だか7歳児だかが契約したときに意思能力がないから無効だって言わなきゃいけないとすれば意思能力がないってことの証明が必要になりますよね意思能力ないから無効ですと、えー、精神鑑定やりますかってなるただ考えてください、えー、無効主張できなくたって取り消しすればいいんですよ取り消しは二十歳になってなければ未成年者ですからこれ簡単ですよね同意なしに未成年者がやったって言えばいいだけですからだから実は取り消しっていうのは証明しやすいんです 意外と例えば、成年非公権者だす認知症になっちゃったお年寄りであればもちろん、もしかしたら意思能力ないから無効だって主張できるかもしれないけどただ、成年後見の申し立てをすることによってこれも成年非公権人の、ね、やった行為だから取り消せますって非常に簡単にできるんですね。 だからこのですね実は、この行為能力の制度というのはもちろんそれ自体意味がありますがこの意思能力がないから無効だというのが主張しづらいところからそれを保護するために用意されていることの1つという言い方もできるんだよということになりますよね。そんな形で押ささえてておいいください ですからあの3ページの一番下の問題4番目の問題見てもらうと A は就学前の幼児 B との間で自己所有の土地の売買契約を締結したこの場合当該売買契約は意思能力のない者がした法律行為として無効となるが B の法廷代理人 C は未成年者が事故の同意なくなされた法律行為として取り消すこともできるぞということになるわけです。よろししいでしょうか では次に行きましょう、えー、次は2番制限行為能力ですね制限行為能力 4ページ見てください制限行為の力者、まあ、未成年者、成年非公権人、被補佐人、非補助人これが存在するわけですがそれぞれ何ができるのか何ができるのかなんてことを見ていくぞということになりますねでは行きましょうかまず未成年者からいきます一番未成年者が法定代理の同意を得ないで行った法律行為は取り消すことができますということで未成年者はですね、法定代理の同意なくやったら取り消せるぞ 同意なく法律を得てやったら取り消せない同意を得て行ったら取り消せないですからね同意を得てやったら有効な契約になってもう取り消せないぞ同意を得ないでやった場合には一応有効だけれども取り消しうる契約なんだ取り消すことができる契約なんだこういうことになるわけです。や印ただし 単に権利を得、義務を免れる行為法廷代理人が目的を定めて処分許した財産、学費ですねをその目的の範囲内で処分する行為や法廷代理人が目的を定めないで処分許した財産、小遣いを処分する行為などはやることができるし、4番法廷代理人から許された未成年者の営業に関する行為についても単独で行うことができる。この矢印で単独で行うことができる例外が4つ載っておりますが、これ単独で でできるということは単独でやったとしても同意を得ないでやったとしても取り消せないって意味ですよ単独でやったとしても同意を得ないでやったとしても取り消せない有効になるよって意味ですからね、えー、よろしいでしょうかで、えー、丸一番の単に権利を得義務を免れる行為 単に権利を得義務を免れる行為についてレジュメの6ページ、丸三番のところを見ていただくと単に権利を得義務を免れる行為って例えば何がありますかということになりますがあなんでこれ未成年者は単独でできるかというと単に権利を得るということですからプラスなんですね。 で義務を免れるるわわけけででですすすからマイナスがなくななくよよ絶対損しない行為,行為ですよね権利を得るだけですからその権利がたとえです、ね、そんなにいいものじゃなかったとしてももらっただけ得ですからで義務を免れただけ得ですからだから単に権利を得義務を免れる行為っていうのは本当にプラスではあるけれどもマイナスではないということだったらそれは絶対プラスなんで、えー、同意なくやっちゃっていいでしょうってことになります。そうすするとここではではね負担のない増 贈与を受けるこれが単に権利をえ務を免れる行為ですから単独でやることができますで気をつけなければいけないのは負担付き贈与はダメですね贈与という言葉に引っかからないように贈与だったとしても負担があれば単にじゃなくて負担があるんですよ、えー、負担があればもうん、一概にプラスとは言えないですからねで、えー、負担のない遺贈を受けるのはオッケーだけども負担付きの遺贈を受けるのはやっぱりダメですよね。 えそれから債務,、えー OK、債務の免除は OK だけど弁済を,を受けると債権なくなりますから。 弁済は債権消滅原因ですからおいおいお前そんな弁済で受け入れちゃっていいのかって話になりますからね単に権利を得るわけじゃないんですもちろんお金を返してもらった方がいいかもしれませんけれども一概にですね弁済が単に権利を得る単にお金を得る行為かというと反対として債権なくなりますから単に権利を得る行為とは言えないんですね。 ただ免除なら、OK、ですよね免免除免除というのは債務が完全に未成年者側が債務者だとすれば債務が完全になくなりますからこれは免除であれば単に権利を得る行為ということになります。え次ですね 次は四ページの二番成年非公権人です成年非公権人が行った行為は取り消すことができるということですねただ日常生活に関する行為は取り消すことができないということなんですけどポイントは矢印成年公権人の同意を得た行為も取り消すことができます同意があっても取り消せる 同意があっても取り消せるこれ未成年者との違い未成年者は同意がなければ取り消せるんですが成年被告人には同意があっても取り消せるということになります5ページの下から3つ目の問題5ページの下から3つ目の問題上から4つ目の問題成年被告人が高価な絵画を購入する場合はその成年後見人は同意を得なければならず同意を得てなされた売買契約は取り消すことができないと書いてありますが取り消すことができます取り消すことができますで×罰ですね あれいいですか同意があったって取り消せるんですよえ未成年者は同意があったら取り消せないですが成年非公権には2行目に同意を得てって書いてありますけど同意があったって取りり消せるんだってことこになります、えー、それから問題よくできていて1行目に高価な絵画って書いてありますね高価な絵画これちゃんと考えましたか高価な絵画これはえもう一度4ページの括弧2番の矢印を見てもらうと日常生活に関する行為は取り消せないわけですね 高価な絵画というのは日常生活に関すすすることででではないですよっていようマークです、えー、高価な絵画というのは日常生活に関する行為ではない日常生活に関する行為ではないという,う印になりますね、えー。そんなところで問題は一言一句きちんと丁寧に作ってあります特に最近の問題は。そういうところに着眼できるようにしていく必要があるだろうということですね。 次、4ページの3番、非補佐人ですが、えー、括弧3番ででですすす非補佐人は単独で、えー、法律行為をすることができますただし、13条1項にかける重大な重要な財産行為、えー、例えば不動産の売却、相続の承認放棄と、えー、それ以外で審判により同意を要するものと定められた行為については同意を得てしなければいけないと。 まあ、あの13条1項については一度ですね目を通していただいて、えー、あの全部言える必要になることはないとは思いますがあの見たら分かる程度にはしておいてくださいね。えー、13条1項に何が書いてあるかなんてことは見たら分かるようにはしておいてほしいんですがとにかくあの非補佐にはその13条1項が書ける重要な財産項については同意がいるということではあるんですけどどういうことかというと未成年者と成年非後見人というのを今やりましたが。 それと原則と例外が逆なんですよ非補佐人というのは原則一人でできる非補佐人というのは原則同意なしにすることができます原則同意はいりませんただ例外として13条1項に書いてある行為については同意がいる いいですか未成年者は原則同意いらないんですよあ、原則同意いるんですよで、例外として四つ同意がいらないこと書いてありましたよね未成年者は原則同意がいるで、同意なしでいいものが書いてある非補佐人は原則同意がいらない同意がいるものが例外として書いてある だからあの、列挙されているものが未成年者の場合には同意がいらないものが列挙されていて非補佐人の場合には同意がいるものが列挙されていると原則と例外が逆になっています非補佐人はかなり程度が軽いですからあの、まあ、一応できない、同意がなければできないなんてものが列挙されているんだというふうに押さえていただきたいというふうに思いますが。 まあ13条1項に載ってるものについてはです、ねえー、同意がいるということになりますがあ13条2項というのがあって括弧、えー、3番の3行目なんですがあそれ以外で審判により同意を要するものと定められたと書いてありますが審判で同意が必要な行為をです、ね、審判で増やすことができる。 審判で同意が必要な行為を増やすことはできるんだ、同意が必要な行為を増やすことはできるんだ、増やすことはできるんだ、ということになります。ただ、十三条一項に同意が必要な行為が九個書いてありますけど、同意が必要だというものを減らすことはできません。だから、九個は必ず同意が必要で、十個目、十一個目、十二個目と増やすことはできますけど、減らすことはできない。 審判で同意が必要な行為を増やすことはできますけど減らすことはできない同意が必要な行為を増やすことはできますけど減らすことはできないんだと。で括弧四番非補助人は単独で法律行為をすることができますただし審判により同意を要するものと定められた行為については同意を得てしなければいけないということですねちょっとレジュメのですね七ページ あ8ページかから先行きましょうページの丸5番なんですが「非補助人」というのは成、まあ、年後見とかと同じように,非補佐と同じようにまず補助開始の審判ってありますがこの補助開始の審判ってそれだけで単独でなされるわけではなくて必ず以下の1から3のいずれかとセットなんですね。 それは同意権を付与するという審判か代理権を付与するという審判かそれともですね同意権プラス代理権を付与するという審判が必要になるわけですよ。必ずどれか一つまり補助開始の審判というのはその審判だけで補助人に何かですね権限を与えるわけではなくて同意権を与えるよとか代理権を与えるよこういうですね審判がセットになっていくんだということになります。 でで、えー、いうことですねそれから、あのこのです、ね、補助人非補助人というのは至って普通の人なんですよ、あのちょっとですね、えー、まあ、自利弁識能力が不十分なだけで、えー、至ってこうまあ、能力がなあそれなりにあるよって人ですからあの本人のですね名誉の問題もあります、だから本人以外のものが請求するときには本人の同意が必要だ、上記の審判すべてって書いてありますから。もう えこれも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 ですねえ本人の請求以外の場合には本人の同意がいるんだということになります。よろししいでしょうかということですね。ではえレジュメじゃないテキストえ6ページ携帯司法書士6ページのほうにいってください。ペページの3番6ページジのの番番 制限行為能力の2番ですね保護者の権能と書いてありますがあの1番成年公言人には同意権はないとそれから2番補佐人には13条の行為についてさっきやった13条について同意権取消し権追認権があるとで代理権は本人の同意を得た上で審判した時のみ与えられるとこの代理権は13条以降の行為に限定されないと。 で過去3番、補助人は審判で与えられた場合のみ同意権取消権追認権を有すると同意権は1 3十項の行為の一部に限定されると代理権も審判で与えられた場合のみ有するが代理権が与えられる範囲は1 3十項の行為に限られないと、まあ、全部重要なことなんですがあのレジュメの7ページ見てください番のところです保護者の権能。 保護者の権能というのをちょっと確認をしていきます。保護者の権能というのをレジュメの7ページの丸4番、レジュメの7ページの丸4番のところで保護者の権能、保護者の権能というのをお話をしていきたいというふうに思います。えー、見てください。大丈夫ですか？ でここでですねまず未成年者からいきますが後でまたテキストとも照合しますがあの未成年者はまず保護者に代理権があります。あの同意を得たら自分でできますよだから同意権ありますけど同意を与えて未成年者自らやらせることができます。 同意を得て、同意を得てですね、えー、未成年者があ自ら同意を得た上でえで、ー、行為をするなんてことはもちろんできますよ、えー、同意を得てやることができますよということになります。ただ、未成年者といったって、えー、何でもかんでもですね、えー、自分でできるような未成年者ばかりではありません。えー、例えばあの本当に能力がまだ、えー 意思能力もないような幼稚園児のようなものであれば、幼稚園児のようなものであれば、どうよえてやらせる、どうよえてやらせるというのは、えー、なかなか難しいですね。どうよえたってできませんよ。ですから、まあそのような場合にはですね、えー、そのような場合には親が法定代理人が法定代理人がまあ代理でやっていく、代理でやっていくということは当然考えられるわけですね。ですからああ代理でやっていくぞ、代理権はあるぞということになります。 それから今言ったように、まあ、あの同意を与えればできる未成年者のレベルであれば同意を与えてできる未成年者のレベルであればそれはもちろん同意を与えてやらせればいいんだよということで法廷でありには同意権があります。で気をつけてほしいのが同意権というのは追認権権取消権とセットですつまり同意権があれば追認権取消権があるというふうに引っ張ってきます。 なぜかとというと同意権があるということはそのです、ね、未成年者の例外の4つに該当するもの以外は同意なければできないじゃあ同意がないでやっちゃったんなら取り消せるぞっていうふうには当然なっていくし、えー、事前の同意があるなら事後の同意である追認もあるぞということになりますからあの同意があれば追認権がある同意があれば取り消し権があるというのはセットになっていきます。 でえ次ですね成年非後見人はあ携帯使用書士の括弧1のように同意権がないというのはポイントになります。同意権がないこれさっきやったように同意があったって取り消せるということと一緒ですよね同意があったって取り消せる同意があったって取り消せるということは意味のある同意はできないわけですよだから成年後見人にえ同意権がないぞという言い方をしていきます。でえじゃあ同意権がないんだから どうやって行為をしていくんですかと言ったらもう代理でやっていくんですねだから代理権は当然ありますでただ同意権はないけど追認権はありますさっき同意権は追認権を引っ張ってくると言いましたが同意が丸なら追認もですよただ追認権だけ独立して存在するってことはありますからね同意権がないから追認権がないとは言えません自己同意はあるんです。 え事前の同意はないのに事後同意はあるんですかっていうと成年非公権人っていうのは同意の通りやってくれないから同意があったって取り消せるんですねただ事後同意である追認っていうのは成、えー、年非公権人がやった行為を見届けた上で追認してますからこれなら問題ないですよねえだから事後同意だから同意とセットでしょっていうと同意はダメなんだけど事後的な同意である追認はオッケーになってくるわけですよ それから次は取り消しこれはもちろん取り消せますね後でまたやりますけど次非補佐人非補佐人が気をつけなければいけないのはまず同意権これあります同意権は13条1項の範囲13条の範囲でってことこれ13条の範囲で。 で同意見があれば追認権取消権もありますから同じく図13条の範囲で13条の範囲で取消権追認権があるよと13条の範囲で取消権追認権があるよということになっていきます。だからこれ全部ですね一緒ですけど13条縛りですね13条の範囲内でと13条の範囲内でと。13条の範囲内でと とということになりますで気をつけなければいけないのはこれですね被、えー、補佐人の保護者である補佐人には代理権があるとは限らないだから下の3つはセットでありますよ13条の範囲で必ずありますがあのこのです、ね、代理権は付与の審判があればできる。 付与の審判があれば丸になりますでこの「付与の審判」に関しては「えー、付与の審判」に関しては、えー、これですね、えー、テキスト2番に書いてあったとおりだからこれは「付与の審判」があれば初めてあるんですけどこれは13条の縛りはない13条の縛りはないですね、えー、これは13条の縛りなし13条に限定されないと。 いいううことになりますよろしいでしょうかでょか最後、えー、非補助人なんですが非補助人は先ほど見た通り同意権を付与するって審判と代理権を付与するって審判あるいは同意権と代理権を両方付与する審判というのがなされますが同意権を付与するよって審判があれば同意権がもちろんあると同時に、えー、同意権がありますし、えー、それがですね えー、追認権と、えー、取消し権を引っ張ってきますから当然、えー、追認権権と取消し権も同時に存在しますだから下の3つはやっぱり全部一緒ですねでこれ13条の一部に限ります、えー、13条の一部に限ります13条1個の一部でなぜかというと これ13条の全部だったりそれ以上だったらそののもん非補佐の方なんですよあくまでも非補助って一番軽い流刑を使うんだったら非補佐人より軽くないといけない非補佐人は13条の全部について同意権が必要なんだから13条の一部に限定してるんですねただ気をつけなければいけないのはそれとは別立てでこれは13条の縛りはありません。 これも、先ほどの非保佐人と同じで、十三条の縛りはないぞ、十三条の縛りはないといった形で押さえておいていただければと思います。よろしいでしょうか？こんな形で,です、ね、保護者の権能というのを、ちょっと確認をしていきました。でもう一度です、ね、今度は八ページのレジュメの丸五番のところを見ていただきたいんですが、あの同意権を付与した場合には、今見たとおり、同意権も取り消し権も追認権もついてきます。 で、えー、これは13条1項の一部に限定すると言いました。でこの同意権を与えたってことはそのお非補助人ですね。非補助人、えー、補助人が同意権を有するということは補助人の同意なくして非補助人の行った行為は取り消しができるということを意味します、えー。同意権を与えたってことは同意がなければいけないということを意味しますからあ、その範囲について同意がなければ取り消せるよってことになります。つまり。 え同意権の審判同意権付与する審判をした場合には非補助人はあのその同意権の範囲内13条の1個に一部に限定されますけれどもえ同意権の範囲内でえ能力がなくなる同意権の範囲内で1人でできなくなるということ、えー、気をつけなければいけないのは代理権付与した場合代理権だけ代理権だけを付与した場合には同意権を与えてないから同意が必要な行為ないんですよ。 だたとえー、例え行為、えー、制限、行為のロ者と言ったとしても、非補助人は単独で完全に有効な法律行為をすることができる、取り消すことができる行為はないんです。え、制限、行為のロ者なのにえ、同意が必要な行為ないんですかないんですよ、だって、同意権付与してないから。 それを押さえてくださいね、えー、この場合には代理人に代わってやってもらってもいいこれがポイントで、えー、先生じゃあ代理権を付与すると言ったって代理権を付与すると言ったって、えー、本人が能力がなくならないんだったら意味がないんじゃないですかっていうと代理ができるってことに意味がありますからね。 だって代理ってて代代理理いいいいうのは代理権がなななとでできないじゃないですかだから本人があ多少人に代わりにやってもらいたいってあったら代理権を付与しなければいけないのでこの代理権の付与の審判をすればあその部分については本人が苦手だよなんてことで代理でやってもらうことができるんだよということになります。本人だっててできますよ同同意意与えてなないいからとい,いうことは本人ができない行為はないですけどプラスアルファで代理でやってもらえるよってことを意味します。 でえー、全部与えあの同意権も代理権も与えたっていうのであれば同意権も取消し権も追認権も代理権もついてきますね。でこれはまあ上と同じような話になりますからあその同意権の範囲内で、えー、能力はなくなります。で代理権の範囲内で代理をやってもらってもいいですよということになりました。よろしいでしょうか、まあ、こんな形でですね、えー、押さえておいていただければというふうに思います。えー、ではいきましょうか。 で今度はですねあの6ページの下の方、えー、6ページの,下の方であその前に1つだけ言っておきましょうかあのこれも成年非後見人、非補佐人、非補助人、えー、このです、ね、法定後見の制度ってあの本当に全然、えー、段階式で、えー、無関係じゃないかと思いますが実は連,動あの連続的な制度だ。 というのに気づいておくというのが一つポイントになりますけど例えばこれが成年後見ですね。でこの辺りに非補佐補佐人ですね。で、まあ、補助。で補助というのは能力あるんですよ。こっち能力ないんですよね。であの、まあで ゼロと書ききまましたけど一応あの日,曜日曜生活はできますけどねそうするとですね、えー、じゃあ,あこの100だりゼロなり0なりこの部分部分の制度で間の人はどうするんですかと言うと実は全部連続した制度だっていうことなぜかっていうと、えー、補佐っていうのは13条1項が同意が必要ですが13条2項で同意が必要な行為を増やすことができます。 ですから同意が必要な行為を増やすことができればだんだん能力ない人まで対応できるんですね。この一歩手前まで対応でできるんですよでそれに対して補助も補助も13条1項の一部に限定されます同意が必要な行為は。で同意を審判しなければ同意はありませんだから同意が必要な行為って最初ゼロなんですけど13条1項の一部に限定できますから補佐っては13条1項の全部ですからこの一歩手前13条1項の一部 というのが、十三条以降の大部分というところまで、同意権を与えれば、補佐の一歩手前までカバーしているんですね。ですから、実は、この法定貢献の制度というのは、あの段階的にですね。ちょっと、どの段階にも当てはまらなかったら、どれを使おうかという制度ではなくて。 フレキシブルに連,動し連,あの連続性があるんだと補助,が補助の制度で同意が必要な行為を極限まで増やせば13条1項のほとんどに増やせば補佐の一歩手前までカバーしているし補佐も13条2項で同意が必要な行為は減らせないけど増やせますもんね増やせれば成年後見の手前までカバーできますからそういう意味においてはかなり連続的でよくできた制度だよということができるかなとは思います。 よろしいでししょううかと、えー、ということになりました、えー、では、えー、次いきましょうかで次は6ページ、えー、テキスト6ページの下の方で相手方の保護の制度と書いてあって、えー、相手方保護にはですね催告、えーまあ、というのがありますで催告というのがあってこれ前回もですね実は、えー、お話をしたところではあります催告、えー、というのはですね催告というのはいわゆるですね 返事をしてくれという催告になりますが「追認するの追認拒絶するの」なんていうふうにいわゆるですねあの無権代理のところでお話をしましたテキストで言うとですね144か、ね、そこのところでお話をした通りになります。 で144課のところを見てもらうと、えー、302ページの頭ですね302ページの1番の括弧1のところで、えー、302ページの1番の括弧1大丈夫ですか制限購入者と取引をした相手方は1か月以上の期間を定め、えー、追認するか否かの格闘を促す催告をすることができますと。 え格闘がない場合は催告を受けた者が単独で追認できる場合には追認とみなされ催告を受けた者が単独で追認できない場合には取り消ししたものとみなされると。で前回は本人がですね、えー、返事をしなければ追認拒絶だとネガティブオプションになっちゃうでしょうなんて話をしましたけれどもこちらはですね追認とみなされるパターンと取り消しとみなされるパターンがあります。 でまず追認とみなされるのは単独で追認できるのに返事をしない単独で追認ができるのに返事をしなければ追認とみなされます、えー、単独で追認できない人が返事をしなければあそれはもうしょうがないよね取り消しとみなしてあげましょうとこういうふうになるんですねその発想を抑えていただきたいと思いますでは、えー、単独で返事ができる返事ができないなんて話も含めてちょっとレジュメの8ページの下の方を見ていただきたいんですが。 あのまたです再、ね、国っていうのは誰にすするべききかかといいうところから話をしていきますまず未成年の相手方この再国っていうのはあの未成年者側制限行為のす者側っていうのは取り消し権がありますから取り消しがされるあるいは取り消しがされない「どっちやねん」なんてことで相手が不安定な地位ですからその不安定な地位から相手方を解消するために「早く返事をしてください」と「1か月以内に返事をしてください」とか言って再国を。 をすることができるんですね。1ヶ月以上の期間を含めて再国をすることができます。で、えー、そういう再国相手方保護の制度ではあるんですが、あのだからさっきから言ってる通り返事がなかった時の効果まで決まってるからまともなあ法律上の権利と言えるわけですよね。で、まず、えー、未成年者、成年非告け人非補佐人非補助人がありますが、誰に再国すればいいのかあのということで。 え誰に催告すればいいのかという催告の相手方と返事がなかった時の効果、この2つをしっかり抑える必要があるんですね。あの相手を間違っちゃいけないですよ。えー、相手を間違っちゃいけない。えー、変な人に、え。ー この相手方にならない人に催告したって意味がないですからね法律上はもちろん任意に返事をしてくれればいいけれどもそうじゃない限り返事がなかった時の効果発生しないわけですよちゃんとした人にはがきを出さなければまず未成年と取引をした相方は制限行為能力者である間は親権者または未成年後継人保護者の方に催告をします未成年者は能力ないですからでこの場合には あの原則追認犠牲ですね、えー、保護者は一人で返事できますからただあの監督人がついている場合後見監督人がいる未成年後見人は監督人の同意がなければ追認できないですから一人で返事ができない人だなんてことで取り消しとみなされます。で気をつけなければいけないのがあの制限購入者未成年者誰だ未成年者に催、えー、告しても駄目ですけど。 せ行為能力者となった後は本人つまり元未成年者に催告、えー、しないとだめ元未成年者に催告をしないとだめ保護者につまり親に親権者に えー、してもダメですなぜかっていうと何で親は未成年者の保護者なんですかっていうと未成年者だからですよ。で、えー、大人になったんです子犬の人亡になったんです。ってことは、えー、親と子っていうのは確かに親子の関係はありますが法律上親権者の地位を下りるわけですね。 つまり未成年者だから保護者なわけで未成年者が行為の横力者となったってことは保護者は法律上の親権者の地位から降りてますからもう親権者じゃないわけですよもう一応他人なんですよ財産法的にはだから元未成年者である本人に催、えー、告しないとだめですよねそこを押さえてくださいよ、えー、ここで親権者は出てきませんからね親権者は未成年者が親、えー、大人になったと同時に役割を終えてますから。 もう権者の地にはないわけですでこの場合に本人は元未成年者は大人になって一人で追認できる人ですから追認とみなされます。 で青年非公献人も全く一緒でえ制限行為のロシであらゆるでは成年後見人の方ですね原則追認犠牲ですけど同意が必要ないような時には取り消し犠牲で行為のロ者となった後には成年後見人はもう後見人ではなくなってますから本人がですね成年非公献人だから後見人の役職についてるわけで行為のロシとなったら後見の地位はなくなっておりますから本人です追認犠牲です。 被補佐人も大体一緒なんですけど被補佐人被補助人は制限行為能力者である間に本人に再告できるのがポイント本人に再告できるのがポイントこれ受領能力のところでやりますが本人は98条2項で被補佐人被補助人被補佐人被補助人は 非補佐人非補助人は、えー、制限行為能力者である間も、えー、能力はあ一応制限行為能力者ですが受領能力はある意思表示の受領能力はあるということになってるんですねだからそれとパラレルに考えて、えー、この催告を受けることはできるだろうということで、えー、未成年者や成年非後見人と違って非補佐人非補助人は制限行為能力者である間も催告を受け取る能力はありますから 相手方は本人に催告しても構わない相手方は本人に催告しても構わないということになってるわけですそうするとですね、えー、できるんですよただ気をつけなければいけないのは1人で追認できる人ではありません追認は能力必要ですからねだから取り消し犠牲になっちゃいます補佐、えー、人の場合には追認犠牲ですかねそれは補助でも一緒であとは能力者となった時には本人で追認犠牲だというのはよろしいかと思います ということで、こちらですね、以上、制限行為能力の制度の相手方の保護の制度ということでお話をしていきました。えー、よろしいでしょうかね。あとは3 6ページの下の方はは今、図表で確認をしましたから各自、携帯使用書士の方も読んでおいていただければというふうに思います。えー、では、時間ですからです、ね、10分休憩して続きのところから始めていきたいと思います休憩です。